何が道島の竜だ。あの野郎絶対に生かしておくね。俺はまだ信じられないっすよ。あの桐生のおじきが親殺しをするなんて。何かの間違いなんじゃないですか。現行犯で逮捕されてんだ。間違いも何もねえだろうが。ったく、これから組立ち上げさせて堂島組に貢献してもらおうって時に何勘違いしたか知らねえが、組引っかき回しやがって。組の方は風間の頭がまとめてくれてるからなんとかなりそうだが、頭の頭でどうけじめつける気だ。なんといっても桐生は頭のお気に入りだったんだからな。頭のお気に入りといえば、錦山はどうしてるんですか。さあ見てねえが、奴がどうかしたか。いや、せめて捕まったのがあいつだったら話もこんなにこじれねえで済んだのにって思いまして。ちげえね。今からでも茶か持たせて出頭させるか。だから現行犯だっつってんだろうが、ボケ。その役にも立たねえな。あいつ何のために組にいるんだ。そんな嘘でしょ。嘘って言ってよ。だって錦山くん言ったじゃない。大丈夫、俺が由美を助けに行くから心配するなって。それなのにどうしてこんなことになっちゃったの。ねえ、錦山くん助けてあげられなかったの。何もできなかったの。どういう意味だ。え、俺が役立たずだって言いたいのか。そんなつ、お前までそんなこと言うのか。食事始め。囚人番号1240。手紙だ。え、この10年で初めてだな。お前も明日で仮釈放だ。待ってる人間がいるってことか。おやす。
で、三代目、今日は一体何の緊急幹部会で？やつから緊急の議題があるそうだ。お前が？おい、てめえの裁量で幹部会とはどういう了見だ、錦山。直系組長の皆さんがいるこの場で三代目に伺います。東都銀行の貸金庫にあった組の金100億盗まれたってのは本当ですか？やかましい！おい、今のが下手な作り話やったら縁故やすまん話やで。三代目、その情報どうからだ？関西五代目近江連合の寺田です。この件はしっかり裏取って話すつもりだった。ほんなら100億は？ああ。ふざけんな！搭乗会2万5000、死に物狂いでかき集めた金や。100億言うたら、どんだけの血流れてるか、わかっとんのか、おら！島野、てめえ誰に向かって口聞いてんだ？この件は、搭乗会本部預かりにさせてもらう。今日はご苦労だった。おい！待てや！そんなんで納得いくか！会長！三代目！会長！ということで、本日も第2章空白の10年やっていきたいと思います。情報屋を探せ。 So today I'm just gonna continue on playing 龍が如く極み aka ヤクザ極み。情報屋ね。 So yes, in the opening of chapter 2He got released. ちょっと待て。ん？ん？おお、やっぱりキリュウちゃんやったんか。マジマの兄さん。マジマの兄さん、ご無沙汰してます。この度出所してまいりました。お前がそろそろ出てくるらしいと聞いてな。こうしてここで張っとってんや。やっぱり俺の勘に狂いはなかったわ。暇なのか？どうして俺を？なーにアホなこと抜かしとんねん。約束したやないか。お前を四六時中見張るってな。ああ、そういえば10年前だよ。そんなこともありましたね。それやというのにお前と来たら殺しなんぞで10年も無所に入るよって。しゃあないから、俺もお前を追って無所に入ったろかと思ったくらい。まあええわ。ほな早速俺と喧嘩しようか。そう来るんじゃねえかと思ってましたが、悪いが兄さんとここで喧嘩をする理由がない。筋の通らない喧嘩はしないと前にも言ったはずです。理由ならある？何？昔のお前やったらさっきみたいに簡単に背後を取られることもなかったはずや。もし俺がその気やったらお前は死んでたで。殺す気かよ。ご忠告痛み入るが、それがあんたと喧嘩する理由とどうつながるんだ？今のカムロ町はそんくらい危険ちゅうで、
平和ボケした方がのんきにぶらつく場所やない。せやから今のお前にこのカムロ町に足を踏み入れる資格があるかどうか俺が試したる言うとんねん。俺がその平和ボケしたアホだと。もうそれちゃうちゅんやったらガタガタ言うとらんで力で証明してみせろや。いいだろう。え、乗るの？ならばその挑戦受けて立つ。いやー、そんな大きい声が出てない。おい、あ、そうだ、悲しい。これシュシュシュ。あれ、ゲージが短くなってる。ゲスな笑いするな。おいおいおい、あ、お、wait His life gauge isA lot more shorter than before. 減らない。おお。やばい。やばいやばい。Damn it. Oh. Come on, get up.危ない。うわ、 Get up, come on。 はよ、あ、違う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 、やばい、やばい。これやばい。ひるまない。これやべ。あー、ゲームオーバー。ゲームオーバーか。ダメか。あー、違うね。くんだが、思うように動かない。これで分かってやろう。自分がこの10年で、あ、そういう設定か。どんだけ鈍ってしもうと。So, okay, that's why. So, it's been 10 years and he hasn't been in the sea, in, on the site. So, he got weaker. So, that's why the indicator and everything was like so low. そういう設定ね。その目や。何？お前の目はまだ光を失うと。ああ、でこれからレベルアップしていかなきゃいけないわけだじゃ。必ず昔のように。So I have to regain my skills。強い男になれる器や。兄さん。映画。お前がこの街を歩く限り。俺はいつでもどこでもお前を見張っとる。暇なの？突然喧嘩売られて死にたなかったら死ぬ気で昔のお前を堂島の竜を取り戻してみる。堂島の竜ね。わかった。でも堂島じゃないんだよね。俺もこのままじゃ終われねえ。あんたを踏み台にして。踏み台、言い方。必ず這い上がって。踏み台とか。あ、それは怒らないんだ。期待しとるで、キリュちゃん。この言い方。
能力強化について、収監されていた10年の間に、キリュウは多くの技を失ってしまいました。しかしその技の数々はポーズメニューの能力強化で経験値を使用して取り戻すことができます。経験値はバトルで敵を倒す以外にも飲食店で食事を取ったりサブストーリーをクリアしたりすることで得ることができます。と So yeah, like I said before, in this 10 years he lost all the skills and I have to regain it byWinning the battle, or going to a restaurant and eat, or completing some those sub stories. で、道島流スタイルの強化について、何？キリュウを伝説の音をたらしめる道島の流スタイルの技だけは経験値を使用しても取り戻すことができません。え？ So I think you remember there's four different styles of the battle, and one of the style 道島の流that style, I cannot get it back, regain it by gaining the experience point. その代わり、町の至るところで襲いかかってくるマジマゴロウとの戦いを繰り返し、因縁を深めることで徐々に技を取り戻すことができるようになります。いつどこでマジマとバトルになっても返り討ちにできるよう普段から回復アイテムや武具の準備をしておきましょう。So byRegaining that style, I have to fight Majima in a battle. I have to fight him and beat him. So I have to be prepared. どういうこと？でもさ、今のって勝てないよね。なんだっけ？情報屋？あ、なんか光ってる。Something's on the ground. 何かある。太平通りコインロッカーの鍵 A 一番を手に入れた。Some key, a locker room. はあ。So I have to find the informant somewhere. おいあんた、見かけねえ面だが何してんだ。チンピラの阿部。お前に関係ないだ。そうだ関係ない。あるんだよそれが。おっさんさ、どう見ても普通じゃねえよな。何探り入れに来たんだ？田村。田村ってやつを探してんだ。はあ？田村ってあの情報屋みてえのやつか？いや、looking for the informant。田村。そうか。じゃあ用はない。Okay, he doesn't have it. He doesn't have the information. ちょっと待てよ、さん。なんで田村探してんだよ。It's none of your business. すます怪しいね。ちょっと顔貸してもらうぜ。え？嫌だと言ったら。What if I say no? じゃあ仕方ねえな。ちょっと痛い目にやってもらうぜ。また。町のチンピラ阿部。やる。はい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 。もう一丁。あ、落ちられる。やべ。上から蹴り。はい、看板。はい。お。いやいや、死ぬでしょ。うわ。これも。はいはい、弾いた。車輪っこ自転車かっこオレンジで倒しました。いいね。長い。まいった。あんた何者なんだ。知らない方が身のため。お前の方こそ何やってんだ。俺はこの辺の仕切りやってる親分さんから見張り頼まれてんだよ。今日は殺人事件もあったし、怪しい奴ないから片っ端から声かけろって。そうなんだ。まあいい。ならお前、この辺の情報屋の一人や二人知ってんだろ。そう、田村ですよ。田村。まあ今この辺で有名な奴は
青木って記者。あれ青木ってこの間紹介された人だ。今日もいた。あ、劇場前。分かった。お前も下手な真似すんじゃねえぞ。はい。はい。So the informant is front of the theater. Yeah, so I was saying that in 10 years after he got released, it seems like his clan, the entire group, has lost 10 billion yen. Somebody stole the money from the group. So they are looking for it, I think. Oh, who's that? Oi, Aoki. Oi, omae.青木か。青木です。ん？え？違うの？あ、青木って書いてある。桐生さんですか？堂島組の？そうだ。覚えていてくれたか。実は久しぶりに町に帰ってきてな。お勤めご苦労様でした。10年、長かったですね。お前、俺が無所に入ったのを知ってたのか？そりゃ当時この町にいた奴らは全員知ってますよ。堂島の竜が親殺したってね。一時はその噂で持ちきりでしたよ。そうだったのか。ところで田村の奴はどこに行っちまったんだ。そうだよね。いや、田村さんなら5年前にお亡くなりになりましたよ。田村 died 5 years ago。 田村さん、 That infamous. 10年前のあの日から桐生さんの事件を追い続けてたんです。絶対に桐生さんは親を殺すような人じゃない。桐生のケース、記者でもないのに強引な聞き込みとか繰り返してました。まあ情報を扱う者にとっちゃ当然でかいネタだったんですが、ちょっと田村さんは普通じゃなかったですね。それで5年前突然田村さんが町から消えたんです。そして1週間後海からコンクリート詰めにされた遺体が上がった。He got killed. 知りすぎたんでしょう。He got close to something. ええ。俺も田村さんにはこの町のネタを多くもらっていたし、数年間はよく一緒に行動してたんで、恩があったんです。それで田村さんの代わりに、この町のネタを集めてやろうって思いましてね。今じゃこうして記者兼情報屋になってるってわけです。で、桐生さん、何か情報が欲しいんじゃないですか？スターダストについてだね。スターダスト？ああ、天下一通りのホストクラブですよ。ホストクラブ？ええ、10年前じゃ天下一通りにホストクラブなんてなかったでしょうが、今じゃ裏通りから表通りに進出してきてるんですよ。中でもスターダストは一番人気があるホストクラブなんじゃないですかね。そうなんだ。桐生さんが10年前に通ってたセレナのちょうど向かい側くらいに店はありますよ。行けばすぐに分かります。他に聞きたいことはありますか？いやないです。そうか、ありがとう、助かったよ。いえ、ああ今後も田村さんほどじゃないですがネタは提供しますんで、いつでも来てください。はい、ありがとう。 So yeah, and the day before he was Kiryu was released from the prison, he received a letter from Kazama and said that I should speak to this host at Stardust. But yes, unfortunately that scene, I have to cut it out because in the background there's like a famous singer singing in the background, and I probably won't be able to upload that. でね、ちょっと今もちょっとお話を説明させていただいたんですが、
ちょっとね、風間の屋さんからね、あの手紙を刑務所で、受け取るシーンがあるんですけども、いらっしゃいませ、ちょっとそこはですね、とある某有名アーティストがですね歌っているので、歌を歌ってバックに流れてるんで、ちょっとですねそこはカットをさせていただきました。あとはそう、コンビニでね、ちょっとこういうものをなんか買っておきたいね。Yeah, I need to buy something to heal myself because I don't want to get my ass kicked. ちょっとね、さっきのね、マジマの兄さんにボロボロにやられてしまったので、まあ一応ね、こう回復アイテムをね、コンビニで買っておきたいなと思う。おう、どこだろうって思った瞬間、ムービー？おめえ何してんだ！店に何か用があるんですかね。何これ、オーナーの和樹に用があるんだ。ああ、ここじゃん。なんと、どこの組のやつだ。あ、島の組だろ。俺らは誰の世話にもならねえんだよ。何の話だ。俺は和樹を探してるだけだ。どの組の人間でもない。たげんなよ俺、一目見りゃわかんだよ。どこどう見たって極道マンだろうが。てめえ何企んであがる。和樹さんに何しようってんだ。おいおい、別に俺はお前らと喧嘩するために来たんじゃねえんだよ。なめんなよこれ。ヤクザって言えば何でも片付くと思ってんじゃねえぞ。この町でもな、ヤクザの言いなりにならないで自分の力だけで一生懸命生きてる奴らもいるんだよ。少なくとも、ごっついね顔が、鼻もなんかでかいし。てめえらヤクザに和樹さんの邪魔をさせる。おお、だから俺はヤクザじゃねえって。人の話聞かねえやつだな。うるせえ、俺はこの店、あれこいつ命懸けで守るんだ。トップ3に入ってんじゃないの今、後ろに映ってたけど、スターダストの男。おお、やっぱり能力強化について、はあ、あれ結構強いんだね。そうあのセイ、まあここ見て、一番あの右上の人じゃない？スーツ一着しか持ってないのかな。どうでもいいね。おいおい、ドンドンドン。そして上から、あ、やべ、なんだこいつ。大技繰り出してきた。おお、投げられた。よし、経験値1万もらう。やった。くそ、ユウヤ、何やってんだお前。すいません和樹さん、出てきた。このヤクザが道島の桐生さんですか。ええ、あれ、バレて失礼しました。風間さんから伺ってます。途中で止めてくれ。どうぞ中へ。広いのかな。広いな。あった。おお。ここだよね。誰もいない。はあ、すいませんでした。俺てっきり、いや俺のミスだ。いやいや、そんなことない、こいつのミスです。なんてお詫びすればよいか。気にしないでくれ。それよりお前、風間のおやっさんとはどんな関係なんだ。
ええ、ユウヤ、外してくれるか。はい。風間さんにはこの店開いた時から世話になってます。あれ、ユウヤ消えた。見かじめも取らず、商売のイロハもわからない俺にいろいろ教えてくれたんです。今この店があるのもあの人のおかげです。そんな風間さんが先日店にいらっしゃったんです。大事な人を迎えたいからこの店を使わせてほしいって。なんか組の方には秘密ということで。そうだったのか。それで親父さんは？先ほど連絡したんですが、例の会長の件で身動きが取れないと。例の会長の件、何があったのか。ええ、東条会三代目世良会長が殺されたんです。何？昨日の深夜のことです。犯人はまだわからないです。あ、殺人事件があったって言ってたよね。何が起きてるんだ。わかりません。ですが堂島組長が亡くなって10年、今じゃ同じ東条会の組同士が水面下で町の利権食い合いしてるんです。堂島組を引き継いだ直後の風間組は一時期大きな力を持ちました。他の組も手出しができないでいたんですが、数年前内部から裏切って風間組を割った人がいたんです。誰だ？それはまさか。おら、オーナー出さんかい。So there was a murder, in this town that Sera, the chairman of Tōjōkai, was killed. 一人50回話しかける。島の組の連中です。10回達成。見かじめ目的の嫌がらせです。あ、ここは俺たちに任せてください。だからユウヤがなんか切れてたわけね。ユウヤももっと謝っていいんだぞ。すみません、騒がせちゃって。うん、何とかして追い払いますから。もっと謝れ。いや、みかじめ is like a fee that you have to pay for the mafia. これはようやくオーナーさんのお出ましですかい。島野さんのところの方ですね。まあね、うちらちょっと飲ませてもらおうと思っただけやねんけど、そこの兄ちゃんが帰れなんか言うもんやから。てめえら、みかじめせびりに来たんだろ。いいよ、今日は飲みに来ただけやから。嘘だ。酒飲ませろって言うとるだけやろが。勝ってるね。すみません、大事な客人が来てるんです。今日のところはこれで。お、参ったな。ほんまそんなつもりはなかったんやけどね。和樹さん、何やってんすか。何やってんすか。やっぱり納得できません。そんなクソみてえな連中に金払うなんて。言うや、クソやと。せっかく場を収めたのに。今わしらんことクソ言うたんか。言葉が足らなかったぜ、クソ以下だ。なめんなクソガキ。言うや。おい君まで。なんやお前は。カズキ、ユウヤってやつの言う通りだ。こんな奴らに金を渡す必要はねえよ。はい。ふざけとんのか、はい、お前ら。おい、偽ごとぶっ潰せ。いやー、まあ、いっか。あ、戦ってくれるんだ。東条会直系島の海組員。じゃあ、あ、こいつナイフ持ってる。はい、はい、はい、はい。おい、どうも、聖剣士島なんだよ。うわ、やばい、死ぬ。シェ、とんでもない。回復。うん、全然回復しない。ユウヤ、あれ、あれ、
はい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 、よし、シンピラで敵を50人できた。さあラッシュ、はい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 、I like this style. Faster. Oi! Nice. She's up. Oh. Oi! Oh, like a. あードリンクね、はい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 、よし、うわ、はい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 、いいね、邪魔しないで買います、テーブルじゃない、これヘルプセッチ、ヘルプセッチ、はい、おっ、おお、コンビネーション、ヘルプセッチ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 、もう一丁ヘルプセッチ、あ、出た出た、テーブル、テーブル、カモン、押さえとけ、ユウヤ、高橋強い、いいや、押さえとけ、ほいほいほい、おお、ズッキー、おお、チャカだ、思い出した、あんた道島の組長を殺して無所行ったYes, that is right. これは島野の親父に最高の土産ができたわ。え、やめて。チエさん。おお。おお、シンジ。田中のおじき。シンジ。田中のおじきってことは偉くなったんだ。何やってんだこんなところで。島野組の縄張りじゃねえだろ。次はねえぞ。おお、かっこいい。本当にお久しぶりです。ああ、出世したようだな、シンジ。出世っていうか、桐生さん、さっきの続きなんですが、風間組を裏切って内部を割った人、錦山。ああ、まさか錦山さんです。やっぱりね、錦だと。関西の五代目近江連合の本部長寺田をバックに、錦山さんはずっと独立の算段してたんです。近江連合。兄貴、俺は今錦山組の射程頭なんです。どういうことなんだ。錦山組、兄貴、錦のおじきはもう昔のあの人じゃなくなっちまったんです。組長だ。だから風間のおやさんは心配して、組の様子を見張るために俺を錦山組に送ったんです。シンジ、おやさんは俺に話があると言っていた。すぐにでも会えないか。明日は本部で三代目の葬儀が。おやさんもその場を離れることはできません。うんうん。それに100億の件もあって。何の話だ。東条会の金庫から100億抜かれていたそうなんです。
緊急幹部会でその話が出た直後に三代目が殺されました。おやさん、明日は葬儀場にいるんだな。ええ。まさか行く気ですか？でもまた島の組の連中に見つかったら。カズキ、言うだけ無駄なんだ、こういう時のこの人は。ボブ宇都宮についてダウンロードコンテンツはボブ宇都宮から受け取れる。ほう、なるほど。はい、話す。さすが風間さんが見込まれた方ですね。本当に助かりました。ありがとうございます。いやー、俺はすっきりしました。これでしばらくはうちの店も平和です。いや、ゆうやは大丈夫です。目的地が近いな。 The destinationThat's right. Shabu, I love that. So, I have to go to the funeral to talk to Kazama. The funeral of the chairman, Sera. Jumi ができた新人に声かけよう。そうか。 So, okay, I'm ready to go. 10年ぶりのシャバだったのに、早速こんな騒ぎに巻き込まれるなんて、さすが兄貴。いや、褒めてないでしょ。だが言え。俺は無所でもずっとおとなしくしてたんだ。喧嘩なんて本当に久々だ。本当ですか？兄貴から手出さなくても喧嘩売られたりしてたんじゃないですか？最初のうちはな。だが挑発に乗らずに無視しているうちに向こうが根負けしちまった。おかげで模範囚になり10年で仮出所だ。あの喧嘩っ早かった兄貴が10年間喧嘩ゼロと。まあそんなところも兄貴らしいですね。全然おかわりなくて安心しましたよ。でもさっき看板で頭殴って。変わってないか。あれ、どうかしました？実はここに来る前、ある男から俺がこの10年ですっかり弱くなっちまったって言われてな。自分でも技の衰えを実感していたところだった。そうだよ、せっかくあの体力メーターが画面真ん中ぐらいまであったの。兄貴のことです。すぐに昔の感覚を思い出して10年前みたいにキレのある技を出せるようになりますよ。だといいんだがな。それで葬儀会場の件ですが、登場会の連中が大勢いますから、兄貴の正体がバレるとまずいことになります。はい。正直何が起こるかわからないですから、できるだけの準備はしておいた方がいいですよ。準備って、もう準備はできましたか？準備ってなんだろう。いや、大丈夫、大丈夫です。はい、 I am ready to go. じゃあ、I think. 少し明日のことを打ち合わせましょう。はい。お、ということでですね、キリがいいところだと思いますので、一回ここで、終わりたいと思います。ご視聴ありがとうございました。So, yes, it's been, quite exciting and dramatic, that a lot of things are happening. It's like watching a movie, and, I can't really wait to, move on to the, next chapter.But I think it's enough for today, so I'm going to stop for now, and I'll see you on the next video. Okay, take care, guys. Bye.